まずはその人気ぶりとともに知られざる声優業界の真実と素朴な疑問にお答えいただきます。2004年19歳の時です。声優デビューされました。その後21歳で初主演をされます。で27歳の時声優アワード主演男優賞受賞、2年連続以降進撃の巨人、7つの大罪など大人気アニメの主演を担当ということなんです。ああそうか、俺進撃の巨人見てたけど、そっか、あの声の人か。僕はエレン・イエガーっていう。エレンも まさに主役じゃないですか。そうですね、やらせていただいてまして。嬉しいです、見てくださって。あ、そうなんですね。え、ちょっと待ってください、松本さんは、はい、アニメとかは見るんですか？アニメはまあたまに見ますね。でも進撃の巨人はやっぱり面白かったので結構見させてもらいます。今度口の中が血だらけで歯が抜けた役のセリフ、はい、これどうやると思います？これその例の進撃の巨人でのシーンだったんですけど、なんか舌持って、あーなんかこう口、なんやろ、口になんか含むとか、ティッシュを、ティッシュとか、口が閉まらない矯正器具とかガッと殴られる前のセリフがすごい難しくなっちゃう。こちらがですね、歯が抜けた役のセリフはパンを口に入れる。パン、あ、まあ、あの昼食用 の小腹が空いた時にお腹鳴っちゃいけないので、あの常備してるパンがあったんですけど、自前のそれをこう口に詰めたら、その口内が腫れてしまってて喋りにくい感じが出せるんじゃないのかなと思って、パンを口に入れてやってみたら、あ、じゃあそれでいきましょうってことになったっていう。パンある。では実際にパンを使ってやってもらいましょう。とその前に、例えばじゃあなしでやったらどんな感じですか？ああ、まあ殴られて、殴られて、なんでそんなことするんですか、俺だってあんたのこと許せませんよみたいな感じに。あ、でもね、ただちょっとこう唇自体を固定しなきゃいけないんで。なるほど。このぐらいですかね、を入れて、入れて、量もあるんだ。でこうすると、ちょ、殴らないでくださいよ、なんで俺にそんなことするんですかみたいな。でもわざとらしくならないね、リアルの方に。そうですね、わざとらしくならない。今のちょっと溺れてるやつでやってもらう。全く殴られた上で溺れてる。ちょっと殴られてください。もうパン関係なくなっちゃいました、ね、実際のシーンがこちら。殴られて歯が折れた主人公エレン、見に行こうって、でもそんなガキの頃の夢は俺はとっくに忘れてて。かなりシリアスなシーンなのに、実はパンを口に入れてるってちょっと意外ですね。